皆様こんにちは、山芋です。さて問題です。山芋はタイムバトル波及か上級どっちで回ってるでしょうか。はい、正解は今回山芋は特攻を持っていないので、私は一番上の波及を回ってます。特攻を持ってる人は絶対に上級の方が美味しいです。特にソロとかものすごいポイントが伸びますよね。いや、特攻があったらもう絶対に上級に行ってました。もう私はもう波及で、もう二人が TRK 打たなかったらもう私も打たないです。もうどん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 150ぐらいを稼いでいくっていうスタンスで行って、まだ6400きつい。で、そんな中、今日、なんと、映画公開記念、01&セイバー、特別コレクションガッシャー、すごいやん、めっちゃ絵の来たやん、すごいいっぱいいるわー、特攻は?と思ったんだけどさ、なんかよく見たら特攻、とどめ特攻って書いてあるんですよね。ってことは、次のイベントですよね。はい、今回のイベントは関係ないんですね。ただまあ映画に出てくる、じゃないんだよね。フォームチェンジとかじゃなく、まあ、やっぱりコレクションガシャなんで中身は今までのやつ。映画のやつが欲しかったらイベントガシャを引けということですね。メタルは全然溜まってないです。では、頑張ってストーリーを削って貯めた250のヒーローストーンで、こちらを今日引いていきます。めっちゃいいじゃん。アルティメットスラッシュ。ピーターだからこうだ。めっちゃかっこいいじゃないですか、これ。この二つがピックアップされている。そうでもない。でも全体的に今 0.125 で BC 必殺技が、BC がいっぱいなのか。そうか、01で光っても、この必殺技が出るパターンとかもあるんだよね。他のバルキリーの必殺技とかが出るという可能性もあるんですね。わかりました。まず光るかどうかっていう問題ですよね。光っていただきましょう。頑張って貯めたヒーローストーン、いってらっしゃい。お願い。来い!来る!よし、来ました。私、お正月は特攻を持っていきたいと思います。はい、来た。ありがとう、10連。お正月楽するよ。最後か。最後。何?これ持ってなかった。嘘あれ持ってなかったかな。期待しちゃった2枚抜きかと思って。これは、ああ、誰がゴリラだ。パンチングブラストフィーバーということで、01ではなくバルカン。ということですね。では、当たりです、私。ありがとうございます。まさかの、ですよね。そうですね。こちらですね。おお、じゃあ、バルカン、強くなるんじゃない?星7の必殺技も私持ってますもんね。こうなるっていうことでしょう。ちょっと今、お任せにしたらぐちゃぐちゃになったんだけども。でもこれ、ちゃんとやればすごい強くなるパターンですよね。お分かりいただけただろうか。はい、分かってますよ。みんなが言いたいこと分かってる。これよく見たら覚醒のマークがついている。あれ、でも山芋覚醒が押せないよ。どうしてかな。そうですよね。ここ最近ずーっとサボっていたんだよね。覚醒を取らず。そうするとこうなるんですよ、皆さん。いいですか、皆さん。無理してでも覚醒取りましょう。じゃないと、こんな悔しいことに取っていれば、めちゃめちゃ強くなって、しかも BC2 枚も持つことができたのに。悲しい。何のイベントで取り損ねてるとか、もう怖くてもう見るの嫌だもん、自分の動画。ピッテキティ。いやー、でも特攻じゃないな。特攻ではないな。お正月に楽しようと思った私の今のこの気持ちがちょっとあれおかしいってなってますよね。あれあれ。いや、でも外れじゃないんだよな。外れじゃない。どっちだったかな?真ん中だったかな?ちょっと見てみよう。おお。あ、範囲が大きそうですね。わかんないけど。もう一回見たいな。
と TRK、TRK じゃない、A ラッシュ溜まるかな。初級のタイムバトル来ちゃったから、なんやかんやですぐ終わっちゃいますよね。オートになってる、オートになってる。ちょ、通常の動きも。ちょっと遅い、遅いかな。遅いけど、でも、必殺技というか、この BC の、これは、なんか範囲が広くないかな。ちょっと離れたよ。どうかな？当たるかな？当たらない！そう。ちょっと使いにくいのかな？気のせいかなっていう感じでしたね。でも育てればね、強そうだし、外れじゃなかった。うん、外れじゃなかった。とりあえず今目の前にあるタイムバトルに専念していきたいと思います。本当にね、特攻のある人は上級がおすすめだよ。私は波及にいるので、皆さん会いに来てください。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。